私たちの暮らしがデジタルで変わります。便利に、豊かに、安心に。山口県は3つの柱で県民の皆様に寄り添ったデジタル改革を進めていきます。子育てをサポートするために AI やアプリが24時間365日お困りごとに対応。スマートフォンで子育ての不安を解消します。学校では児童・生徒一人一人にパソコンやタブレットを配布。デジタルを活用した教育が子どもたちの可能性を大きく広げます。 AI や衛星データを活用して河川や橋などを点検、インフラを安全に維持管理し、皆様の暮らしを守ります。農林水産業では無人トラクターやドローンが活躍。生産効率を高め、収益向上へつなげます。介護の現場では見守りセンサーやロボットを活用、質の高い介護サービスを受けることができます。デジタル技術を生かして皆様の生活や暮らしをより豊かなものへと変えていきます。行政の手続きもデジタル化で便利なものに。スマートフォンでいつでもどこでも手続きが簡単に行えます。行政の現場にも RPA などを導入、業務を効率化し的確なサービスをスピーディーに提供します。行政の持つ様々なデータをオープン化、データを生かした新たなサービスが生まれ暮らしを便利にします。行政のデジタル化で県民の皆様へのサービスをより便利なものへと変えていきます。山口県全域に光ファイバ網や 5G などの通信環境を整備。いつでもどこでもデジタルで快適な生活を送ることができます。誰一人取り残さないデジタル社会を目指し、デジタル機器の使用に不安のある高齢の方などをサポート。安心してデジタルサービスを活用することができます。すべての人がデジタル技術で豊かになる社会を作っていきます。デジタル化を通じて県民の皆様が新たなサービスやライフスタイルを自由に選び、豊かさや幸せの実感できるデジタル社会を実現します。